こんにちは。すかせ之の助です。ろーズくを始めます。独りごと。ああ、今日は何をしよう。なんか楽しいことないかな。ふとときふらちなことを考えたいけど、どれもくだらなさそうだった。ああ、何かしようよ、何か。ハッピーエンドなんて待ってられない。今すぐ幸せになりたいんだ。死にたいって言って何が悪い。 ポジティブなんて、所詮、俺には無理だった。明るい方へ、明るい方へ。暗い方には実りがなかった。無駄だった。悲しみの、こんにちは。何も与えるものはない。ごめんよ。文学は難しい。ビジネス書は実践がない。刺繍は何も感じない。誰か、助けてよ。まあいいか、しばらくこのままでいよう。なんだか意外と楽しいんだ。心配すんなよ、ベイベイ。すべてうまくいく。 雨の日は死がよくかける。そんな日に思い出した。昨日の月は赤かった。そして揺れていた。夢の中でさえ強気なことを言えない。言いたいことも言えないで、口が開いたり閉じたりする。ふざけんな。こんな人生はごめんだ。ふざけたこと言ってると、ズバリお前の確信を言ってやるぞ。お前はただ劣等感のうさばらしをしてるだけなんだって。 お前が死ぬ前に教えて欲しい好きな食べ物は何だほんとどうでもいいよな。ああ、今日は何をしろ世界征服を目指していたあの頃、自分自身さえ征服できないのにね。今は何がしたいかな自分の脳をブラック企業並みにこき使いたい。今まで十分なわけてたんだもんね。さあ、俺の脳、働け。 そしたら少しは頭が良くなるかなああ、よく喋ったな。一人ごとだとよく喋れるな。普段はこんなに喋らないんだよ。今日は変な日だ。そして特別な日だ。毎日が特別な日だ。そして変な日だ。ハッピーエンドなんて待ってられない。今すぐ幸せになるんだ。以上です。ご視聴ありがとうございました。 那样大。